厚化粧。厚化粧とは、化粧品を多めに使った素顔とは明らかに違う、漢字の化粧のこと。おおむね、自然の肌色より、大幅に、明るい色のファンデーションを塗る、ベースリッチ型と、濃い色のアイシャドウを広い範囲に塗ったり、濃い色の頬くれない、口紅を塗ったりするポイントリッチ型、および、その両方に分類される。年齢を重ねてくるとシワが増えたり肌が荒れやすく、 なってきたりするので、それをカバーするため、若い時と比べて厚化粧になる場合が多い。シミあざ、傷跡などを目立たなくするために、ファンデーションでカバーする、カモフラージュメイクがあるが、そのために厚化粧の印象になる場合が多い。職業によっては若いうちから、時には少年少女の頃から厚化粧する場合がある。若い女性の場合、その職業の影響で、 普段の化粧も同年代の他の職業の女性より厚化粧になる傾向がある。素顔のままや薄化粧では観客に対する印象が薄いため思い切った厚化粧をする場合が多い。彫りの深さ、立体感を強調するのが特徴。役柄による多少の違いはあるが、概ね自然の肌色より若干明るめ。 ロシア系はかなり白目のファンデーションを顔全体に塗る。ノーズシャドウを入れる。青いアイシャドウをまぶた一杯に刺す。茶色のダブルラインを入れる。上下のまぶたにアイライナーを思いっきり太く入れる。つけまつげをつける。鮮やかな口紅を輪郭をはっきり描くという場合が多い。ただし、子供の場合は若干略式になる場合が多い。フラメンコ、サンバ、フラダンス。 社交ダンス等もバレエと似通った傾向がある。モダンダンス、ジャズダンス、コンテンポラリーダンスなどの化粧もバレエに似ているが、バレエよりは写実的な感じになる。おおむね平面的で様式美を強調する。娘役や同年代の恋する男性の役の場合は、洗顔の後、瓶付け油を顔全体にすり込む。眉を固い瓶付け油で塗りつぶす。胸、首。 襟足に練りしろいを塗り、スポンジで伸ばす。顔に練りしろいを塗り、スポンジで伸ばす。赤で、ノーズシャドウ、アイシャドウ、頬ほくれないを刺す。目尻にくれないを刺す。眉をまず赤で、続けて、黒で描く。真っ赤な口紅を、輪郭をはっきり描くという具合。黒のアイライナーは通常は使わない。ただし、中村若衛門は使う。荒ごとと呼ばれる。 勇猛な男性の役は、クマ取りと呼ばれる赤や黒の線を入れて勇猛な感じを強する。他の役柄も基本は同じ。上記の歌舞伎と基本的に同じだが、舞踊の発表会では黒のアイライナーを太く入れる場合が多い。ごく稀につけまつげをつける場合もある。上記の歌舞伎と基本的に同じだが、アイメイクに赤をあまり使わず、 黒のアイライナーを思いっきり太く入れ、口紅は輪郭だけ赤く、内側はクリーム色に塗ることが多い。歌舞伎舞踊とバレエの中間的、折衷的な感じ。ベースの作り方はバレエに似ており、ポイントメイクは歌舞伎舞踊に近い。青いアイシャドウを使う場合もある。歌舞伎舞踊を素踊り、または半袖、カツラを被らず、時計で言う場合も、 このような化粧になる場合が多い。琉球舞踊も同様で、ポイントメイクは、歌舞伎舞踊とほとんど同じ。舞学では、同舞のみ厚化粧が原則だが化粧しない場合がある。一方で、大人の舞学も、厚化粧する団体もある。歌舞伎、歌舞伎舞踊に似ているが、やや写実的になり、ベースは肌色寄りになり、アイメイクも若干控えめになる。映画、テレビドラマの場合は、 フィルム、ビデオに映ることから、さらに写実的になるが、それでも、アイライナーが太くなる、等、現代劇よりは、厚化粧の傾向はある。役柄にもよるが、時代劇より、さらに写実的な感じ、しかし、舞台の場合は、全般的に、やはりかなり厚化粧の感じになる。ミュージカル、宝塚歌劇などは演出などにもよるが、 様式を重視する場合ほど厚化粧になる。西洋や現代が題材の場合はむねバレエと同様、時代劇、等、和風の場合は、歌舞伎舞踊や大衆演劇に近い感じになる。芸者、遊女などは、伝統的に厚化粧になる。屋外では浮いた感じになる。厚化粧も、屋内のろうそくの明かり程度の明るさでは調和する、場合が多い。 歌舞伎の娘役と基本は同じであるが、眉を塗りつぶさず自然な感じで描く、アイメイクも控えめになるなどの違いはある。日本髪でない場合は白塗りにならないが、同年代の他の職業の女性よりかなり厚化粧になる。舞妓になりたての時は黒のアイライナーを使わず、唇は下唇のみに刺す。その後、上唇にも刺すようになり、 黒のアイライナーを使うようになる。襟替えの直前には先、郊外という髪型になり、その期間中お歯黒を塗る。芸儀になると眉をはっきり描くようになり、アイライナーも舞妓時代より太くなるため、舞妓時代より大人っぽい感じになる。上記の芸儀とほぼ同じ化粧で必ずお歯黒を塗る。飲食店、デパート、ホテル、旅館の従業員、客室乗務員。 ベースクイーン、キャンペーンガールなどの職業も、格式や雰囲気等に合わせた厚化粧になる場合が多い。デザイナーによる最先端の服飾に合うように結晶する場合が多く、勢い厚化粧になることがしばしばある。子供向けファッション雑誌や美容関係の図書では、モデルの3から13歳の少女も化する場合が割合多く、特に和服の場合は厚化粧になる傾向がある。 女性演歌歌手は全般的に厚化粧の場合が多い。30歳以下でも同年代の他のジャンルの歌手より厚化粧になる場合が多い。男性演歌歌手も和服の場合は太いアイライナーを入れるなど厚粧の傾向はある。ムード歌謡、シャンソン、ラテン等の歌手にも演歌歌手と同様の傾向がある。男性歌手にも三輪明宏、 三河健一のように女性と同様の化粧をするケースがある。ヘビーメタルやビジュアル系のアーティストは観客にインパクトを与えるために厚化粧する場合が多い。アメリカのキシスが有名。歌舞伎の熊取に似た化粧をするバンドもある。観客も観覧時にそれを真似る場合が多い。フィギュアスケート、新体操、アーティスティックスイミング。 競技ダンスなど芸術性を競う女子の競技において厚化粧をすることがある。モノマネ、お笑いなどでは企画内容や出演者の意図によって厚化粧をする場合がある。コロッケが上記の三河健一の真似で三河に似た化粧で出演して人気を博し三河の人気も回復。小梅太夫も舞台経験を生かした妖艶な舞台化粧で出演する。ゴリ。 ガレッジセールが厚化粧助走して松浦五里として出演するなどのケースがある。普段は厚化粧しない俳優、歌手なども特別番組や化粧品などの広告や写真集、ビデオクリップなどを撮影する場合に企画内容、出演者、制作者の意図によって厚化粧をする場合が例えば、画学の演奏の時にはほとんど化粧しない。 当義秀樹が写真集の中で歌舞伎舞踊と同様の舞台化粧で登場する。もともと厚化粧の印象が強い浜崎歩もデジタルカメラの広告で皿厚化粧になるというようなケースは枚挙にいとまがない。祭り、晴れ着、音楽、舞踊などの発表会においては普段は化粧しない人でも厚化粧する場合が多い。特に 普段化粧することがまずありえない男性や少年少女が厚化粧する場合が多い。心霊が降臨しやすいとされた少年少女に心霊の理想的な姿に近づけるために厚化粧する場合が多い。特に妙元寺、豊川市は歌舞伎舞踊に極めて近い。普段は厚化粧しない場合が多いが、祭りなどでミコカを奉納する場合は、上記の地ごと同じ理由で、 厚化粧する場合がある。春す大社においては、顔の輪郭をはっきり白で描くのが特徴。阿波踊りや、よさこい祭りなどの踊り子も、華やかな衣装に合わせて、華やかな感じの厚化粧をする場合が多い。中でも、よさこいの場合は、歌舞伎の熊取りを思わせる派手な化粧をするループが目につく。姫島盆踊り、姫島村では、歌舞伎舞踊と同様だが青いアイシャドウを使う場合が、 ある。世界各地の伝統芸能、特に東アジア、東南アジアでも厚化粧の傾向がある。バトントワリング、シアリーバー、カラーパードなども団体によっては厚化粧の場合が多い。基本的に上記の歌舞伎と同じだが、化粧に慣れていない人が多いため、眉や口紅がかすれた感じになったりして、素人歌舞伎らしい素朴な感じになる場合が多い。地方によっては、 専門家が化粧する場合がある。平安時代や江戸時代を再現した時代行列では、あでやかな衣装を着て、カツラをこむるため、それに見合うように屋外で行われる場合でも歌舞伎舞踊、民謡舞踊と同様の厚化粧をする。多くの場合、専門家が化粧する。洋服系の場合は、素顔のままか薄化粧の場合が多いが、和服系の場合は、 洋服系の場合より厚化粧になる傾向がある。特に少女は洋服の場合は化粧しないかしても薄化粧の場合が多いが和服の場合は化粧する場合が多く時には厚化粧になる。少年も和服の場合はごく稀に化粧する場合がある。この場合の少女の化粧には少年のふんどしと同様通過儀礼の色彩がある。音楽系の発表会では 洋楽系の場合は化粧しない場合が多いが、民謡、和楽器の場合は和服を着る場合が多く、それに合わせて、時には厚化粧になる。歌舞伎舞踊、民謡舞踊の場合は、上記の舞台化粧を、専門家が化粧する場合が多い。舞妓変身、時代劇、宝塚歌劇などの変身スタジオ、京都市内に、多いでは、それぞれの役柄に応じて、実際の舞妓、 芸に、俳優と同じ衣装、カツラが用意され、同じ厚化粧をしてもらえる場合が多い。主に北関東の出汁祭りにおいては、祭り林の奏者、三越の担ぎ手、出汁の引き手となる、少年少女が厚化粧をする場合が多い。浜松祭り、浜松市も同様。南関東は素顔の場合が多い。西日本では太古代の乗子が、地元と同様の厚化粧。 地方によっては、歌舞伎の熊取と同様の化粧をする場合が多い。また、祭りの中で男性が女装する場合がある女装祭りが、その場合は必ず厚化粧になる。若い女性が休日に公演などでコスプレやゴスロリファッションを着用するときにも厚化粧なる場合が多い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。